ちは、朝倉チャンネルのお時間です。だんだん暖かくなってきまして、植物が芽を出して成長していってる姿がいろいろ見えますけれども、私もお野菜作りたいんですが、なかなか時間がなくて野菜までには手が届かないんですが、ハーブぐらいは自分で作りたいなと思って植えています。その中でもですね、私の家にはないんですが、この月桂樹の葉をいただいたんですよ。でこの月桂樹葉、いろんなのに使えるんですが、役割というのがありまして、魚もしくは肉の臭みを取るものなんですね。で、まあ、風味もあるんですけども、これは肉肉しいものに使うときすごく合うんです。で私は月桂樹を使うっていうシチュエーションをイタリアであんまり見なかったんですが、ものすごく思い出深い料理がありまして、うずらの肉をですね、このたっぷりの月桂樹で、覆いまして、それを炭火焼きしたものをごちそうになったことがありまして、まあ、それは今日はできないんですが、なるべくそれに近いようなお料理として、ひき肉ではなく塊の肉を使いまして、月桂樹が生きるお料理を作ってみたいと思います。月桂樹のポルペティーニです。ご覧ください。はい、早速作っていきますが、オーブンの余熱を200度に温めてあります。フープロで作っちゃいますので、工程は簡単です。で材料なんですが、先ほど私塊の肉と言いましたけど、塊買うの大変です。でしかも量はそんなにいりませんので、今日は肩ロースのスライス、ひき肉でももちろんいいんですけども、ちょっと違うかなっていう感じになっちゃうので、できたらスライスか塊で用意してください。そして玉ねぎ、こんなもんでいいと思います。そんなにいらないと思います。でニンニク、そして風味付けに、オレガノと焼く時にバラ1本で、塩分はですね、塩とケッパーを少し入れます。あと水もちょっと入れます。それでは早速作っていきたいと思います。もうフープロに入れるだけでございます。普通のロースでもいいんですけど、適度にちょっと油があって、そしてちょっと筋肉質っていうか、肉肉しい硬いやつの方がいいです。はい、これをちょっと少し切ってから入れて、で玉ねぎなんですけど、これも少しフープロの負担を減らすために刻みます。入れる。でよくね、ひき肉ものってパン粉を入れるんですけども、パン粉を入れちゃうと柔らかくなっちゃうんで、私が食べたうずら肉のですよ、ロースとグリルとはちょっと違う感じになっちゃうんで、肉肉しく今日は作ります。ニンニクも好みですが、この程度でいいかな、半分。はい、そしたらですね、ケッパーを、なければ塩だけでもいいと思います。今日は小粒に塩、洗わなくていいってますね。このまま入れて、で塩も少しちょっと入れた方がいいと思いますので、小さじに本当に気持ち6分の1ぐらい入れました。そしてこれだとちょっと回りにくいんで、少し水をスプーン2つ2杯ぐらい入れます。もし飲み残しのアトニオさんのファランギンガンがあったら、それ入れてもいいですよ。そしたらこれをガーッて、ちょっと肉肉しいのが残る感じ、こんな感じ、わかりますかね、粗挽きって感じですね。で玉ねぎのカッターの方に行ってないと引けないわけですから、これちょっと胡椒の代わりというか、イタリアの風味付けとしてオレガノをちょこっと入れまして、はい、これで OK ね。はい、そうしましたら、あとは月桂樹用意したやつですね、にセットしていくだけなんですね。はい、月桂樹洗って、まあ、水気取っておきますね。それにさっくりと乗せていきます。何個できるかなって、100g だけのお肉ですので、大した量ができませんけど、このように乗せていくわけですね。月桂樹の葉っぱ見つけられない場合はですね、まあ、結構よく人んちのお庭にあるんですよね。見るとそれちょこっと
拝借でもいいですし、そうだな、東日本はちょっと難しいかもしれないです。柑橘類の葉っぱのでもやいいですよ。レモンとかみかんの葉っぱ乗っけるときにペタペタやらないでさっくりシャクって感じで乗っけてくださいね。はい、できました。そしてこれで上からわら一本こうかけてもいいんですが、余ってるんで、余りましたんでこれを切って、これは月桂樹の今年出た新芽ですね。新しい葉っぱ、こんなように、あ、これやめとこうか。こんな風に。お肉の匂いを、その月桂樹のすごい強い、香りなんで、それでこう。消すっていうか、別な強い香りを入れて牛肉の匂いを和らげる感じですね。はい、こんな感じで仕上げました。そしたらこの上からわら一本をかけるです。小さじ1強ぐらいかけましたか。でこれを200度に予熱してあるオーブンの中に入れます。そうですね、この大きさだったら15分まではいらないかなと思いますが、串かなんか刺して見極めていきます。じゃあオーブンに入れたいと思います。はい、焼き上がりましたよ。いい匂いがします。はい、焼き上がりました。もう熱々をこのままテーブルに食卓に、お持ちになってキャーという歓声が出るのではないかなと。もう本当に月桂樹とお肉のこう独特な匂いがですね、この部屋いっぱいに充満していて、お腹がグーとなりそうな感じです。はい、このコツはですね、やっぱりお肉をあんまり引かないということと、パン粉を入れてもいいです。そうすると増量になりますので、これの 1.5 倍とかにしてもいいんですが、まあ、けれどもちょっと違うかなっていう感じになりますので、お子様がいる時なんかはパン粉を入れてもいいかなと思います。はい、楽しんでいただきたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。今日もご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録まだの方、登録お願いします。